ございます。ハワイ最後の朝です。とうとう終わりです。遅すぎる夏休みもとうとう終わりです。プールも清掃してます。みんな朝食を食べてますね。昨日の夜食べたパンケーキのせいか胃がめちゃくちゃ重いです。やっぱ暴飲暴食は良くないということですね。当たり前か。さあ、ここからはもう帰る用意をします。パッキングは終わりましたので、もうシャトルバスを待つのみです。では帰ります。
朝食って感じ。あ、バリバリのカレーじゃん、最高。ご飯も存じるし、そして飲み物も飲み放題。ザ朝食みたいな。パイナップル食べなかったのは全然最高じゃないか。ジュースとキューカンバーの中にキュウリミントスベルタラウンジに食事をいただきます。もちろん無料です。今日は朝食食べてないので助かります。今サービスでホノルルクッキーいただきました。金額の問題じゃないんで、こういうのは気持ちとして嬉しいですね。さっきいちごとマドレーヌみたいなのも買ってくれました。登場口は E5。 アップグレードが確認できたのでゆっくり登場できます。皆さん並んでる中アスカにプライオリティなのでこちらから行きます。Okay, here you go. New seat. Okay, yeah.帰ってきました。あのデルタですね。帰ってきました。そしてスカイプライオリティはあちらと書いてるので、僕はこのスカイプライオリティの一番の特権っていうのは荷物